笑顔でスパークリングを行う写真とともに、SNS に意気込みを記したのは、WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上直也、大橋、だ。7月25日にスティーブン・フルトン、米国、を8回 TKO で打ち破った30歳は、年内開催が見込まれるマーロン・タパレス、フィリピン、との同級の4団体統一戦に向け、着実に準備を進めている。 動画、フルトンもたじたじ井上直也が世界に見せつけた衝撃の KO シーンをチェック。4つの王冠の絵文字も添付した投稿には、次戦に向けた余裕と充実ぶりが伺える。25戦無敗 22KO と、そのキャリアで敵なしの強さを誇る井上だけに、対タパレスにも自信があるのだろう。一方で31歳のフィリピン人チャンプも準備に余念がない。 今年4月に下馬評を覆し、ムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタンを撃破したタパレスだが、無敵のモンスターが相手となる4団体統一戦には並々ならぬ熱意を持っている。すでに井上陣営との情報戦も展開しているようだ。井上が密室でトレーニングをしていると銘打った母国史、デイリー・トリビューンによれば、 フィリピンからのボクシング関係者が来日していたほぼ1週間、なおや井上の練習風景は一度も目撃されなかった、という。タパレス陣営の視察の模様を伝える同志によれば、先月30日にタパレスの共同プロモーターを務める JC マナンキル氏が東京、後楽園ホールで行われた WBA 世界フライ級2位のデーブ・アポリナリオ、フィリピン、に同行して来日。 大橋ジムとプロモート契約をする同選手の付き添いとして、横浜市内の同ジムで井上の練習を探っていたという。しかし、マナン・キル氏の右腕であるラモン・ファルギ氏は、彼、井上は別のフロアで練習しているようだ、とコメントしており、カリスマ王者の現状を把握するには至らなかった様子だ。いわば、諜報活動に失敗した形といえるだろう。 同氏は、井上陣営の秘密主義を貫く背景には、フィリピン人のタパレスとの統一戦決定が間近に迫り、12月に予定されている対戦に向けた準備の詳細は、陣営内でもごく限られた人間だけの秘密にされていることが挙げられる、と指摘。さらに、井上側の関係者が数日間も、訪問者から安全な距離を保ってきたのには理由がある、とし、大橋ジムの隙のなさを伝えた。 現在、領有の契約金や開催地などの詳細を詰めている段階にあるとされるこの一戦。早くも燃え上がっているマッチアップはどのような決着を見るだろうか。